全国の受験生たちのスマホ時間大調査。高人生の皆さんは もはや高人以下よりも長くスマホを使っちゃってる人が多いんだ。はいどうも、今日もまるっとアイデアマンです。ということで今回なんですけれども、全国の受験生たちのスマホ時間大調査、イエイ、イエーイ。はい、ということでね、パスダブメンバーも揃っているんですけれども、今回はですね、もう視聴者の皆さんにもね、こういう人多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、もうほんと周りのね、ライバルたちがどれだけスマホをいじってるかっていうこと気になりませんか？で、今回ですね、僕たちがね、皆さんのそういったね、疑問に答えようと思いましてですね、なんとアンケート調査を行いました。そしたらですよ、回答数1703名の方からね、回答いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで大調査になりました。ということで今回はですね、スマホ時間に関して学年別、それから偏差値別、そして志望校別と3パターンに分けまして、全国の受験生たちがどれほどスマホをいじっているのかっていうことに関して話していきたいなというふうに思います。だからこそ自分がね、スマホも結構毎日ね、たくさん使っちゃってるよっていう人も、そうじゃない人もですね、周りの人と比較してもらって、今日からね、意識を変えてもらったらいいかなというふうに思いますので、最後までご覧ください。そしてね、プレゼントもありますので、そちらの方も楽しみにしていてください。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということでね、じゃあまず早速最初は学年別から結果を見ていきましょう。学年別の結果がこのような形になっております。さあ、まずですね、気になるところなんですけれども、高3がまあ一番短いですね。まあさすがです、2時間56分というところで短いんですけれども、でも見てください、高2以下あんま変わんないんですよね。確かに。そう、高2 3時間5分、高1 3時間6分、中学生に至って3時間5分、もう十分短いんですよ。確かに。ここにあんま差がないんですよ。高2から中学生っていうのは、これ平日の結果なんですけれども、やっぱ部活とかあるじゃないですか。で、部活あったらまあスマホって絶対今触れないっていう、その強制的な、ね、環境が整持っているからこそ、まあ、これぐらい短くて済んでるのかなっていう風に感じますね。で、じゃあその一方で高校3年生なんですけど、そう思うとちょっとまあ多いかなっていう風な気もするんですけれども、熊田の声に関してどう思いますか？高3生はまあ部活も今あるから、まあ確かに高2とちょっと変わらない問題点だと思うんですが、まあ、特に僕が問題視してるのは浪人生ですね。そうなんですよね。ちょっと浪人生、それこそね、高2以下とは違って、そうです、まあ、ある意味で自分で勉強する時間が増えてるっていうことは、つまり自分でまあスマホをいじってしまう時間も増えやすい、ね、そういうこともできる環境かなっていう風に思うんですけれども、やっぱ浪人生がちょっとね多いなと。確かにまあ多いからといって必ずしも悪いというわけではないと思うんですよ。だって YouTube とかで、ね、それこそパスラボの動画見てくれて勉強してるっていう人もいると思うので、まあ、そういう風な、ね、勉強目的であればいいんですけれども、ーゲームとかね、 LINE とか、まあ、それこそアマプラとかね、動画見ちゃうみたいな、そういう人が多かった場合はこれちょっと、ね、やばいなっていう風に思うので、じゃあ熊田はちょっとね、ここで一回カツ入れてもらっていいですか？まあ浪人生ということで、確かに高3のこの部活とか行事がなくなって勉強時間増えたとは思うんですね、はい、多分それで結構安心しちゃって、まあ、ちょっとスマホいいかなっていうのの重なりがこの3時間32分だと思うんですよ、ね、はい、で果たしてそれでいいのかと、同じ鉄をまた踏むのかと、まあ、浪人生はやっぱり一回落ちてるわけですから、はい、今は調子がいいかもしれないけど、残りあと半年以上ありますから、そこで果たしてこのまま順調にいくかっていったらそうではないと思うんですね、なので今のうちから切り詰めて勉強していった方が、まあ、あなたのためですってことで、はい、ありがとうございます。ナイスカツでございました。ありがとうございます。おい、やっぱりね、受験の厳しさを知っているクマさんだからこそ言える内容だと、はい、今はちょっと正直浪人生の今ピークっちゃピークですね、うん、この時期。確かに確かに、うん、で結構確かにね、まあ、ピークといえばピークというところで、まあ、ここからのね、ほんと踏ん張りがかなり大事ということになってますから、浪人生の皆さんは もはや高2以下よりも長くスマホを使っちゃってる人が多いんだというところをちょっと意識としてね、持ってもらって、ここから変えなきゃというふうに、ね、思ってもらえたらというふうに思います、はい、ありがとうございます、はい、ただね、ちょっと一つ、まあ、朗報といえば朗報なんですけど、やっぱパスラボの視聴者の皆さんって結構頭のいい人が多くて、勉強頑張ってる人とかね、多くて、まあ、それこそ高2以下で見てくれてる人ってもう早くから受験を意識してる人だと思うんですけど、実はですね、高校生全体のね、スマホ時間を調べてる内閣府の調査もありまして、内閣府、はい、そうです、まあ、これは本当ちゃんとしたね、もっと母数も多くて全国の本当の調査なんですけれども、そちらを見るとですね、大体高校生の平均の1日の平日の利用時間が4時間ということがありますから、それに比べたら十分パスラボの視聴者の皆さんはね、まあ、我慢してるなと、そんな印象があるんですけれども、パスラボの視聴者の皆さんっていうのは高いレベルの大学目指してる人多いと思いますから、まあ、ライバルに、ね、なる人だと思いますので、この結果をちょっとね、見てもらいたいなというふうに思います。はい、では続いてですね、偏差値別見ていきたいと思います。これがね、結構面白いところになりましたから、ぜひご覧ください。続いていきましょう、どうぞ。はい、ということで続いてですね、偏差値別というところで、これ結構気になってるね、人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、僕としては驚きの結果になりました。個人的に予想していたのは、偏差値が高い人の方がね、スマホ時間が短くて、まあ、スマホをね、使わない分勉強に割いてると、そういうイメージがあったんですけれども、ご覧ください。まずね、偏差値が大体50未満の人っていうところで言うと、まあ、3時間とか4時間、まあ、多いんですけれども、一方でですよ、高い人、これもね、3時間超えちゃってるんですよ、ね、すごい。はい、ということでね、まあ単調に減少するっていうよりも U 字型みたいな感じになってるんだなということ
が分かりました。で、まあ、これいろいろね、見てみると、じゃあ、一番ね、使ってない、スマホ時間が短いところ、短い、偏差値の人ってどれくらいの人なのかっていうふうに言うと、ここなんですよね。はい、2時間49分とか2時間46分という、まあ、50から60ぐらい。で、確かに考えてみると、これぐらいの人っていうのは、ある意味で、まあ、ここから頑張れば合格できるし、一方で、スマホとかで、ね、触ってしまうと、落ちてしまうっていう感じ、まあ、ある意味、当落線上にいるような感じですね。ということなので、まあ、結構スマホ時間短くして受験頑張ってるんじゃないかなと。やっぱり問題なのは、この50未満ですね。この、まあ、特に35未満とかね、4時間超えて、圧倒的に触ってしまっているというところはありますので、もしかしたらこのぐらいのね、人たちっていうのは、まあ、ほんとスマホに時間が取られてしまって、勉強時間取れないから、なかなか結果も出てないんじゃないというところも推測されるんですけど、じゃあ、かなえさん、ちょっとね、この人たちに向かって、カツをお願いします。おい、まずは耳かっぽじって、うん、よく聞けよ。はい。たまけ！もうちょっと内容ある感じでお願いしたいんですけども、ちょっとたまけだけだと、倍増言って感じになっちゃうんで、どうすればいいですかね。どうすればいいか、もう簡単ですよ。スマホをまずパキッと真っ二つにすれば、まさかの真っ二つ宣言と、はい、いうところです。まあ確かにね、さっきもね、高校2年生以下っていうのは、ほんと強制的にスマホをね、使えないっていう環境とか、身を置いてるからこそ、スマホの時間も短くなったっていうのはありますから、それこそね、勉強してる最初にスマホ気になっちゃうっていう人も多いんじゃないかと思いますので、そういう時にですね、まあ、ほんとスマホを使えなくする、例えば学校に置いてきてしまうとか、どっかポストに入れてしまうとか、そういうね、対策もあるかなっていうふうには確かに思います。この辺のですね、スマホの時間を短くするにはっていうところは、また別のね、動画で話せればなっていうふうに思いますので、そちらをご覧ください。で、一方でですね、こちらの偏差値60以上の人たちなんですけれども、もう75の人たちも余裕ありますよね、これは。確かに。余裕あるし、まあ、むしろね、パセラボの動画とかも見てくれて、結構うまくですね、勉強時間とスマホ時間を両立してるっていうか、うまくお互いに活かし合ってるのかなっていうふうに感じるところになるんですけど、ちょっと気になるのはですね、65から70の人がやっぱちょっと多いんですよね。スマホの時間多くなってしまっていると。これちょっとね、油断すると、ここからもしかしたら、もうどんどん抜かされてね、この50から60の人頑張ってますから、スマホをあまり使わずに頑張ってますから、抜かされてしまうっていう危険性もあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、じゃあ、スバルさん、どう思いますかね、この結果に関してですね。本当に今さっきアイラも言った通り、使われたら終わりなんですね、スマホに。塾だろうが学校だろうが同じで、受動的になるんじゃなくて、まず積極的に使えてるかっていうところをまず確認する、はい、で、もう一つパスラボで意識してるのは隙間時間、例えば朝10分とかに見てほしいっていうのがあるので、はい、ぜひあの隙間時間には YouTube を見て、しっかりと集中できる時には自分の勉強をするみたいな切り替えがあればいいのかな、メリハリですよね。だから僕確かに思うんですけど、30とかそこら辺っていうのは、はい、そもそも自分がヤバいこと知らないじゃないですか。いや、もっと知ってない感じがするかも。そうですね、はい、多分50、55とかそこら辺になってきたら、うん、あ、やばいってちょっと確かに、ね、一度まあ模試とかで自分のね志望校と自分の今のランク、まあ、偏差値っていうのを見た時にやばいなっていう意識が強いんじゃないかな。それ以降は、うん、まあ、65とか70とかちょっと多いじゃないですか。むしろスマホで調べないと、うん、なんだろう、分からない問題が多くなったんじゃないかなと思うんですよね。確かにね、こっちの人と比べると、スマホのね、時間同じように見えますけれども、使ってる目的とか、多分違う。利用してるものとかっていう媒体みたいなところは違うんじゃないか。確かにそれは言えるかもしれない。左側は、もうインスタ、ネットフリーじゃないですか。はいはい、もう右側は、そういう勉強を兼ねて。確かに先ほども言いましたけれども、中身が悪いのではなくて、まあ、何に対して使ってるか、しっかりと、まあ、この人たちも含めてですね、60から75ぐらいの人たちも含めて、まあ、例えば問題を検索したりとか、いろいろ志望校の情報を集めたりとか、っていうところに使ってる分にはいいと思います。一方で、インスタ、今すぐ通しましょうと。はい、では最後にですね、志望校別です。東大とか京大とか、それからですね、まあ、総計とかもありますので、自分と同じ志望校の人がどれぐらいね、スマホを使ってるのかっていうところを最後に見てもらえたなっていうふうに思います。それでは、行きましょう。はい、ということでですね、最後に志望校別というところで、皆さんと同じ志望校の受験生とか浪人生の皆さんがどれだけねスマホを使っているかっていうのを参考程度に見てほしいなというふうに思うんですけれども、結果がねこのようになっておりまして、ちょっと個人的にですよ、気になるところなんですが、慶応ちょっとどうしたって感じですね。4時間超えていると何かずれそう長いんですけれども、早稲田と比較しても1時間以上伸びてるんですけれども、じゃあ早稲田出身のかなえさん、これどう思いますか、ね、慶応はね、普通に考えて教科数が多いっていうのがあり得ると、はい、慶応そもそも最初から英語得意な人を狙って受けるような、あ、なるほどね、だから、まあ、余裕ある人多いのかな。ちょっとまあ余裕があった結果、まあ、スマホも切っちゃってる可能性っていうのが、そうですね、あるかなという感じですね。ありがとうございます。さあ、一方でですよ、国公立、こちらが左側にね、まとまっているんですけれども、ちょっと気になるのは、この京大がですね、東大と比較しても、結構まあ、少なくなってるなっていうふうに感じるんですが、これ、スバルさん、じゃあ、どう思いますか。そうですね、先ほど偏差値の時に75以上は結構多かった。はいはいはい。まあ、それが多分東大に多いと思うんですけど、うん、逆に京大はもしかしたらそれこそ焦りを感じてる。あ、まあ、チャレンジャーというかね、層が多いから、低くなってるんじゃないかなとは思います。うん、ありがとうございます。そして僕が思うのはですね、あんまりその大学のレベル偏差値っていうのと、それこそですね、まあ、スマホの時間っていうのはあんまりまあ関係性がまあ見られないかなっていうところですね。別に京大は低いですし、東大は3時間超えてるしというところで、その他の QAT とかその他の国公立の人たちも3時間切ってるっていうところは平均としてありますから、あまりその大学のレベルとかっていうところとは関係ないんじゃないかな。で、医学部の人たちもですね、3時間ぐらいというところで、まあ、これ全体をね、まあ、結果今まで見てきましたけれども、まあ、大体1日の平均って見ると、まあ、1つ基準が3時間っていうところはちょっとありそうですね。3時間っていうのがパスラボの視聴者の1日の平均
質のスマホ時間というところあるんじゃないかなっていうふうに思いますので、3時間を大幅に上回ってしまっている人、4時間とか5時間ね使ってしまって、まあインスタとか、まあ、遊んでしまっている人っていうのは、ちょっとこの結果をですね見てもらった上で自分でねちょっと反省してもらって、スマホ時間をね短くして勉強頑張らなきゃというふうに思っていただきたいなというふうに思います。まあ、逆にですね、まあ、短く済んでいる人、この3時間よりも短い人もいると思いますけれども、まあ、逆に3時間使ってるからじゃあ3時間使っていいんだとかにならずにですね、今まで通り、しっかりとスマホと勉強っていうところで、まあ、2つね両立じゃないですけれども、しっかり勉強邪魔にならない範囲で、スマホを活用してほしいなというふうに思います。はい、ということでですね、本日は平日のスマホ時間を見てきたんですけれども、最後にですね、プレゼントがございます。おー、はい、そうなんです。休日の方もね、実はアンケート取っていましたので、うん、そちらの休日の受験生の結果に関しましてですね、今夜の22時にパスラボの公式ツイッターで、そちらの方で、ね、結果公開したなというふうに思っていますので、パスラボのツイッターの方をですね、フォローしてもらった上で見てほしいなというふうに思います。はい、ということでね、いろいろ見てきたんですけれども、じゃあ熊田、何か感想ありますか？はい、僕が受験生の頃はこういう調査みたいなのなかったので、はいはい、ある意味こう受験生、同じ受験生がどのくらい使ってるのかなって初めて知ったんですけど、はいはい、なんか僕振り返ってみると、まあ僕東大志望で3時間以上正直使ってたんじゃないかなと思って、ね、4時間とか5時間、はい、そうです、はい、なんかたまにスマホつけて勉強したりとかもたまにしてたので、うん、はい、まあ、これ落ちちゃったのかなと思うので、うん、ね、僕もっと減らせばよかったかなって、すごい反省、学びになりました。うん、ありがとうございます。で、確かに実際に、ね、減らすという風になった時に、まあ、なかなかそうは言っても、ね、減らせなきゃいけないと思っていても難しいなというふうに感じる人多いと思いますので、次回はですね、そういう人に向けてパスラボメンバー4人でですね、スマホを実際に、まあ、この時間っていうところを短くするにはどういうふうな対処法をすればいいかっていうところを、まあ、4人で語っていきたいなというふうに思いますので、そちらの動画もぜひご覧ください。はい、それでは本日はありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。こんにちは、新メンバーのキクラゲです。特殊なあだ名ですが、この髪型から納得されます。でも由来は髪型ではありません。答えは概要欄から。非常に恐ろしい問題を持ってまいりました。まあ、怖すぎる不等式評価ということでですね、グラフの面積で不等式評価したい。